はい、皆さん、こんばんは。今日プロユーチューバーのカツッパです。それでは、アドベントカレンダー2022鉄則演習毎日20分ぐらい解く。今日は12日目です。で、今日は昨日に引き続きヒューリスティックをやっていきたいと思います。ヒューリスティック2、えー、長さ20の配列 X があります。最初は全ての要素が0となっています。あなたは配列に対して t 回の操作を行います。相手目では以下のいずれかを選択します。 操作 A っていうのは、xpi, xky, xri に1を加算する。で、操作 B は同じような場所なんですけど、マイナス1を加算すると。だから毎回操作である3箇所が否定されて、3箇所は違うよね違いますね。3箇所が否定されて、まあ、足すか引く選んでねって言われるから、選ぶって感じですね。で、各操作が終わった後、xj イコール0となる j の個数だけスコアが加算されます。 すなわち、スコアの加算は全部で T 回を行います。だから、最終的に T 回操作を行った後がどうじゃなくて、1回操作を終わるたびに0になっている人が多い方が嬉しいみたいな感じですね。できるだけスコアが大きくなるような操作手順を求めてください。うん。はい。えー、っと、まず、昨日に引き継ぎ、復空間の性質を考えていきましょうか。まあ、前回は巡回するスマ問題というか、ハミルトンパス問題でして、 ハミルトンパス全体が回空間になってましたと。で、今回どうしようかっていうと、まあ、今回わかりやすいですね。なんか A、A、B、B、B、A とか、その、つまり、毎回プラス1するかマイナス1するかの2択ですから、2の T 乗乗、2の T 乗この回があるわけです。以上って感じですね。で、あとはこれをどういうふうに金棒を入れていくかって話なんですけど、えー、っと、まあ、すぐ思いつくのが、こう、操作列があって、 まあこ,こ,ここをね、ここもともと A で書いてるのを B に変えるみたいな。ね、すごくわかりやすいですね。金棒100個でいいんだけどんと、この金棒はちょっとセンス悪いなという可能性があります。で、えー、なぜならば、えー、ここを変えたときに、ここ以降で入るスコアがだいぶガクンと変わるんですよね。えっ、ー、と、なんかある、 一つの要素に注目してそのこ、ここの操作でいじられる人だとしましょう。この人は、えっ、ー、と、まあ、ここでプラス1されてて、その後何も得意なくて、ここでマイナス1されてとか、こういうのが、まあ、いろいろあるわけですね。現在の。もし A を選んでたらと。で、ここで B にすると、ここがマイナス1になって、あと全部ガクンって変わるわけですよね。影響がちょっとでかすぎるんで、よくないと。まあ、こので、影響がでかいというセンスもなんか適当なんですけどね。あの、 巡回セールスン問題だと、本当にこう、ある二つを入れ替えるだけじゃないですか。入れ替えるから、まあ、すごい局所的な変更だったんだけど、今回は、まあ、仮にも戦闘とかをいじっちゃうと、もう100、百、百個分影響があったりして、ちょっとこう、金棒っぽくないなって感じがあるんですね。金棒ってやっぱり、少しいじると、彼、はい、もう少し良くなるか、少し変わるか、あの悪くなるかであってほしくて、まあ、これとか、そう、まさにそうですよね。ここ入れ、ただ四つの辺入れ替えて、 どうかっていうのを見てますけど、今回はなんかそうじゃないから、ちょっとこの方針は良くないんじゃないかなって思ったりします。まあそういうふうに思ってもそれが良かったりすることもあるんで、まあヒューリスティックコンテストだともう思いすぎです。全部やった方がいいです。いいんですが、多分今回は違います。というかまあすいません。なんかちょ,ちょっと演技っぽくなっちゃうけど、結局もうあの見た時にこ、これはこれするっていうのはちょっと思い浮かんでます。というのは、えっ、ー、と、これ2の t 乗を探索するじゃないですか。一般的にこういうのを探索するときどうしますかって言ったら、 DFS したりしますよね。で、あと DP もいいかもしれない。まあ、DFS、BFS があると思います。まあ、DFS は簡単で、なんか先頭から順にロ取るか、A を取るか B を取るかっていうのをこう再起していけばいいわけですね。だから樹形図みたいなのがあって、こう、A、A A A みたいなやつから、こう、次、最後だけ B に変わってるやつとか、こういうすごい大きな木ができて、でかさが2の T 乗と。まあ、で、これ全部やってられないから、B、イコール100ですからね。あの、まあ、つらいと。 で、DFS ってこう、まあ、深そうですだからこ、こういう風に潜っていくわけですね。で、途中で探索を打ち切るみたいな方法を考えるとしましょう。まあ、あの、シュリスティックで大体そうです。そうすると、なんか山、この DFS 儀の、なんかここら辺ばっかり見てるわけですよね。ある一角だけ。で、例えばここに1回あるのに、ここから、ここしか見ないとちょっとダメだから。でも、かといってここを早めに見に行く方法ってよくわかんないから、 ちょっと DFS 難しそうと。DB はちょっとまあ一回置いといて、BFS、こういう時に BFS がいいんですよね。あの BFS で、BFS を本当に途中までやっちゃうと、おおーってこう、こう、どん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 深い方から見てあ、浅い方から見ていって、で、ここで止まるんで、あの、ん一個も階にたどり着かないまま終わっちゃいますと。で、これじゃつまんないというかまあ全然意味がないんで、どうするかっていうと、えー、っと、幅を、 固定した深さ優先、幅優先みたいなのをするんですね。だからこう、1層目はまあ1個ですと。1個 ?0 層目か。0層目は1個。まあ何もしないという操作があって、1層目は1個目を A にするか B にするかに2通りあって、2個目にすると A、B、A、B って分かれていって、2の T 乗になっていくんですけど、どこかで、例えば、まあ10個までにしましょうっていうふうにするんですね。で、3まで行くと4まで行くと16個できちゃうから、この中で、いい、いい方の10個だけも持っておきましょう。っていうふうにこうどんどん続けていくわけですよ。 で、こうすると常に各深さ10個しかないから、まあ、10×100 で。で、各繊維がかける2でしょもうだから大したことないじゃないですか。で、全然いけるっていう感じです。で、まあ10じゃなくてもっと大きくすればいいと思います。はい。で、こういう風にすると何がいいかっていうと、あのー、今回かこ、この、これってある意味一つの解… 空間を作っているわけです。解の解がたくさんあって、ここにこう近さみたいなのを作ってるわけですね。これはつまり BFS で辿るときの近さみたいなのを考えると、確かにある二つの解があって、この BFS、DFS、D まあ、この探索技の中で近いってことは LCA が近いってことですね。だからあるところまではほぼ操作が一緒で、その先ちょっと違うってことだから、ここまで一緒ってことはここまでで得られるスコア一緒だから、まあ確かに近さがあるわけです。こっちの方がなんかそれっぽいなっていう気がします。 まあなので、ちょっとすみません。順番を前後しちゃいましたけど、回空間として探索技を意識した方がいいっていう気がしますと。で、まあそれはこの問題のスコアの与え方からそういう気がしますってなると。で、え DFS を途中で打ち切るのはなんかセンス悪く、悪いというか、まあなんか全然うまくいかなさそうで、BFS ならまだなんかとかなりそうと。で、というのもこれもまたあのスコアの決め方に依存してるというか、スコアの決め方を見てそれっぽいなって思うところがあって、やっぱり先頭の方だけで、 えっと、ある決まったスコアが分かりますから、そういう点で、こう、最初の方でうまくいってるやつ、最後の方ももちろん、あの、それが効果が効いてくるだろうっていうのがあるわけですね。もちろん途中で損した方がいいとかあるかもしれませんけど、まあ、ヒューリスティック的な観点で言うと、だいぶ相関ありそう。って思うから、ここで強い方の何名かだけ残すっていう戦略がうまくいくそうっていう気がするって感じです。はい。というわけで、ちょっとそういうの実装していきましょう。で、ただ、ちょっと前回やって反省したんですけど、まあなんか、 焼き玉、ま、あの,の、山登りやって、焼き玉をあんまり今20分以内のチューニングで、ちょっとだけ点良くなったみたいなのを見せてもなんか嬉しくないじゃないですか。まずは愚直回を出しましょうね。愚直回出して、まあこんなもんかみたいなのから始めて増やしていきましょう。ということで、えー、とまず入力を受け取ります。t ポールイントのインプット。で、えー、pqr がたくさんありますね。まぁ、あ、クエリスというふうにしてあげて、 A list、えー、の map の int の input.split for n ー u n とか in range t これで、えー、出来上がりなのであとはまあ普通に bfs をしていくまあどうしようかな具直解ってるのも難しくてまあ良くなる方に進んでいきましょうか山登りみたいな感じでなので まあ、これは幅が1の,このサーチと、まあ、そうそう、これビームサーチっていうんだと思う。ちょっとすみません。実はビ,ビームサーチの定義を知らなくて、あと直大サーチみたいなやつもあるらしいんですけど、ちょっと全然知らないんですよね。まあ、名前は、まあ、名前は重要だけど、まあ、この際あんまり気にしなくていいでしょう。まあ、あの、幅が途中で広がらなくなるからビームっぽいからビームサーチなのかなと思ってます。違ったらすいません。まあ、そういうのをやろうと思って、で、 山登りだとすると、まあ、ビームサイ、えー、幅1のビーム最初も考えられるし、まあ、普通に山登りだと思って、今、どこにいますどんどんいい方にしていきましょうということで、貪欲をちょっと書いてみましょう。なので、えっと、まず、この配列、配列 X がありますね。0が入力個あるやつ。ああ、で、そうか、入力例、これ、t イコール、えっと、多分なんだけども、X は1インデックスで与えられてきますね。p と q と r。 なので、ちょっとこの人たちを一旦、はい、ラムダ、えっと、X、イント X-1 とかしてあげると、ゼロインデックスに戻ります。おめでとうございます。で、えー、その後どうするかっていうと、うーん for、まあ、アンサーっていうのを作ってあげて、for i in, レンま、for query in レンジクレディか。p, q, r in レンジクエリ,ーンンクエリーってやってあげて、 リンじゃない。えっと、クエリーずっとやってあげると、順番に見れますと。で、足した方がいいのか、引いた方がいいのか。ああ、これ難しくないか。まあ、足した場合と引いた場合のスコアを計算して、えー、いい方を選びますと。で、まずスコア関数作,作っちゃいますから。def, score, field が,が与えられたら、方を、はいあ、どうしようかな。えー、っと、カウントってあったっけあった気がするけど、field.count セロみたいなのができればいいんだけど。できるよねー。Python はあるよねー。1,2,3,6、カウント1。あ、できた。はい。違う。はい、じゃあ、これやっ,やっていきましょう。で、えっ、ー、と、A をやるとのきの A スコアっていうのを考えたくて、これはまず、アンスかっこ P プラスイコール 1QR。こうして、 A スコアはスコア X としてあげて今度はえっと引いてあげましょう一回引いてさらにもう一回引くからここはマイナス2ですねで B スコア今度は B を選ぶだ時のスコアです i f A スコアの方が良ければそっち選ぶよみたいな感じまあよこっちまあこうしておきますかえっとアンスドとアペンド A でえーまあどうしようかな。まあまあ一回こうしといて、後であのジョインしましょう。で、エルス。あでそう、アペンドした後にアンスをちゃんとそれにしてあげる必要があるから、もう一回こう2足すみたいな作業が発生します。で、エルスはアンスドッとアペンド B。で、アンス。 あ,あ、これはもう何も言らなくていいです。アンス、アンス、アンスじゃないな、これ。アンスじゃなくて、これ X です。ちょ,ちょっとアンス多すぎるから。えー、っとえ。えっと、アンスを X に置き換えまーす。ここはよくて、こう、こう、こうですね。はい。で、最後に、えー、っと、最後は1列違う。順番にやるのか。な。4を、 ab, in, ans, print, ab でしてあげれば OK ですね。で、スコアをちょっと出力しておきたいので、えー、あ、で、そうそう、昨日ちょっと反省したんですけど、普通に標準出力するんじゃなくて、標準エラー出力すれば、そのまま提出してもいいですねで。Python の標準エラー、スタンダードエラーに出す方法は、アシスドット、ストードエラーってのがあるみたいですね。 えー、プリント文第二引数に、えー、出力先を渡せばいいですね。インポート、あ、フロ、インポート、んね、フロムシスインポートか。フロムシスインポート、スタンダードエラー。でしてあげて、えープリン、プリント、スコア、えー、スコアサム。サム、えっ、ー、と、ファイル、 ここはシスドットス、あはスタンダラはい。これでいいですね。で、スコアサムっていう人に、スコアサムイコールゼロで、毎、まあ、回いい方を足してあげましょう。スコアサムプラスイコール、スコアコピースコア。はい。これで一旦なんか解が出てくると思います。ということで、そのドットパイ、まだ13分しかないですね。ョ直解を一旦書きましたということで、 2601だと、まあ2601は面白くないか。52、AB52、わかった分かった。で、えー、これは、ほ、はい、592ですって、答えを、これがいいのか分かんないね。まあちょっとじゃあ一旦これを提出してみましょう。これを提出すると、なんぼかって言ったら、まあ分かりませんが、なんらかの答えが出るはずです。で、多分1000超えなかったらあんまいい答えじゃないと思うんですよね。 なん,なんかいい点来たいな。わかんない。これがいいのか悪いのかわかんないんで、ちょっと次はビームサーチしましょう。はい。ビームサーチ簡単で、今、えー、っと、アンサーを1個しか持ってなかったけど、まあ、アンサーをたくさん持てばいいです。アンサーは、空っぽが、あ、いうか、まあ、アンサー空っぽ1個にしときます。空っぽが1個入ってで、ここからどんどん、あの、倍分けしていきます。うん。で、えー そう、そっか。だから、ここで、Candidates、えー、というのを作ってあげて、ここに今のアンサーの人から、まあ、A を足した場合、B を足した場合全部出してあげます。で、そしたら、まあ、2倍に増えますけど、そのうち、ビームの幅、とりあえず、Width は10とかにしておきますから、まあ、後でどんどん大きくしていきましょう。時間が、あの今回23ミリセカンドしかかかってないじゃないですか。だから、これを、まあ、50回やっても、50回はちょっと行き過ぎか、まあ、40回ぐらいやっても全然いいわけで、だから、 幅4には全然していいと思います。本当かな本当ですね。はい。で、まあちょっと、ビーム幅変えると答えは良くなることを確認したいんで、一回10にしておいて、で、キャンディーでいつうで、えー、っと、キャンディでいつうします。で、はい、あとは、だからもう X、X あんまなくて、あ,あ、そっか、だから、書く、書いて、X 持ってないといけないんですよね。だからアン、アンサーは、 こういうの。空っぽの文字列に、えっ、ー、と、0×20 が入ってるようなものから開始して、どんどん、あの、ずらしていきましょう。はい。で、for を、えぇ、ー、アンス、どうしようかな、えっと、ストール、ストールというか、まあクエリ、 いやーわかんないな。QL ストリングで QSTR でしょうか。あと X の状態ということで、これを ans の中で全部イテレーション回して、で、えっ、ー、と、AQ ストリングは Q ストリングに A を足したやつ。で、BQ ストリングは Q 今の Q ストリングに B を足したやつ。でしといて、えっ、ー、と、あ、どうしよう。 うん、まあまあいいや、これでいいです。で、えー、どうするかっていうと A、A の方っていうのは、だから AX は X のコピーをして、AX 括弧 P プラスイコール1。はい、Q もそう、R もそうっていうふうにしてあげます。で、えー、B の方は、P の方はまあ引いてあげましょう。はい、引く、引き算、引き算、引き算。OK で、 え、こうしてあげて、で、スクワム。で、キャンディデイツに、キャンディデイツドットアペンド。えっと、今度は何かっていうと、これは、まあ、AQ ストロと AX まあ、こうなるわけですね。はい。で、BQ ストロと BX。やってあげて、 で、sort してあげたいので、c a n d e s o r t sort って、あ、sort イっていうのができないんだっけ ?sort 倍キーイコールできるかなあ、できるね。ラムダ、ラムダじゃない。まあ、ラムダ、なんか、で、q ストロエンド &x みたいなやつが答えされるから、q ストロ x の、まあ、1個目を取ると、まあ、候補を取ると x が分かって、これのスコアを見ればいいですね。 あ本当に違うよね。えっ、ー、と。でも、スコアはここに持たせておくか。はい。0。だから、Now Score。こういうのがあって、で、えっ、ー、と、A スコアは、Now Score プラス、A スコアの、A、X だよというふうにしてあげて、で、ここに A スコアを追加してあげると。で、似たいなことを B の方でもやってあげる。 スコア BX。b x b q ス t リング g b s c o はい。で、あとはキャンディ d a t e をソートすればいいですね。えー、っと、デスコアが大きい方がいいからキャンディ d a t e とソート。大きい方だけ残したいからリバースリバースゴールツールにしといて、で、c a n d i デイト e は、 キャンあ、まあまホワイルキャンディデイツのレンクスがウィズドスピル大きい間みたいな感じするかえー、キャンディデイツドとポップと。いうふうにしてあげて。あ、で、これがアンスそうですね。アンスイコールキャンディデイツ。 いや、これ、ポップする必要ないな。キャンディ、デイツの、ウィズスバメまでっていう風に定れ,ればいいか。はい、出来上がりです。ビームサーチしてくれてて、最後にプリントしないといけないから、プリント、4ab in, プリン o 4ab in なのかなえー、っと。ってか、まあ、実は Q ストリングとかも、ストリングにしない方が多分ちょっと安いんですよね、計算上は。こう押しといて、Q ストリング、 プラス、こう。しといた方が分かんない。あー。いや、どっちでも一緒いや、分かんないなちとちょっと別に、まだ些細な差だと思うんで、こう一旦こうしとく。いや、でもこっちの方が楽です。えっ、ー、と、全部開業区切りするのが楽なので、あんまあ、変わんないか。まあいいや、こうしといて、で、あとは、 えっと、for, a, b, in, a n スの最初の人の2番目を見るとそれが入ってるから、これでプリント a, b してあげれば OK。で、スコアサムじゃなくて、この時出すのは ans カッコゼロのカッコゼロですね。さあ、じゃあ今、まず、えっ、ー、と、w i ズ t h 幅を1にすると、さっきと同じ答えが出てくるはずです。はい。よいしょ。えっ、ー、と、こっち、なんだっけ、答え。 5 9 2なんかそんなのだった気がする。で、ウィドスの幅をとりあえず10とかにしてみましょうか。40ぐらいまでいける目論ろみですけど、実際時間の量がかかるかわかりますね。10とかにすると、お、930、2倍ぐらいになりました。で、40ぐらいにすると、945。そんなにもう良くならないのかなちなみにこれ100とかにしてみると、そう、えー、前回やりませんでしたけど、なんか急激、めちゃくちゃ大きくしておくと、便利です。 あの、これってもうこれ以上伸びしろないのかどうかっていうのがわかります。だから1秒で群れで切った時に、実はもっと待てばうまくいくって時は、あの、もっと待つのはできないけど、高速化を頑張ればいけるっていうのみがありますよね。で、なんか1000でいけそうだから1000でいっとくか。はい。4キロでパイ。よいしょ。よろしく。あ、でも、ね、これ 100?100?100 100?、100? あ、ですね。百の時1000で全然いけたんで、これで提出。 さあ、どうなるでしょうかさっき37,454だったんですけど、今回は何点が出るかなーあー気になる。はい。という感じで、今回は海空間の、まあ、性質として、まあ、あの、でしょうね。発展性というか、戦闘から順番に決めていって、戦闘のスコアが良ければ、もちろん後半も良くなる可能性が高いみたいな、いう性質があったからこそ、まさに探索技の上を、 うまいじまで見ていくっていうふうなのが思いつきました。まあ、あのゲームの場面とかをどうこうするときもこういうの役立ちますね。はい。えっ、ー、と、1万点ぐらい点が増えましたって感じです。まあ、こういう、ね、ビームサーチ。よくある手です。で、もっといいサーチの仕方とかあったりしますが、いいかどうかは結局やってみないとわかんないんで、あの、まあ、皆さん、あの、時間かけてやってください。で、これで1週間ぐらい時間みんな溶かしたわけですね。はい。 ということで、ま、いろいろ架空間の話しましたが、ビームサ m 先の話をできました。じゃあ明日は13日ですね。はい、じゃあ皆さんお楽しみに。